さっている、この方たちにご登場いただきたいと思います。群馬県ご当地アイドル群馬特集も務める群馬県認知症アンバサダーの赤木団子登場です。皆さんこんにちは。それでは早速私たちの真似をして一緒に皆さん一緒にお願いします。赤木団子ハンサムの両親行く
様は今年でなんとも群馬も10年目ということでおめでとうございます。いや本当にね、皆さんの温かい気持ちがこうやってつないできたからこそ10年続けてくれたと思うので、私たちもその思いをこれからにつなげていくために日照アンバサダーとしても頑張っていきたいと思っています。で、あのマラソンを走ったりもしたんですけれども、赤城団認知症サポーターになっていてアンバサダーを務めているんですけど、その中でもサヤキーとサボメルはなんとそのサポーターの資格を取る先生になっています。認知症サポーターを養成する方の資格を
ました。この後は、ゴールした皆さんと写真撮影もありますので、はい、そちらもよろしければお付き合いいただければと思います。はい、皆さん、3日間お疲れ様でした。そして本当に無事に戻ってきていただいてありがとうございます。たすき、こんなにもたくさんのたすき、名前を書いてつないできていただいて、私も SNS で昨日と一昨日、今日もですけど、他の地域はどんな風にラットもやってるのかなってずっと気になって覗いていました。どの地域も、群馬県内どこの地域も皆さん笑顔で、このオレンジがたくさん SNS に上がってきて本当に広がってるんだな。ラットもの活動がこの認知症になっても安心して暮らしていける群馬県を作るために、こんなに多くの人たちが今回参加してくれてるんだなと本当に心強く思っています。その群馬県に向けてまた一歩近づいた、そういうラットもであったというふうに思います。10周年ということで、私も10年前に始まった時も確か、閉会セレモニーにこっそりお邪魔して、当時のこともよく覚えているんですけれども、この10年で認知症に対する考え方って本当に変わってきてるんじゃないかなと思います。まだ10年前ですけれども、当時は認知症になったらどうしようとか、不安だな、怖いな、家族に迷惑かけたらどうしよう、ご家族の方もなんか大変な思いするんじゃないかなって、そういう思いがまだたくさんあったと思うんですけれども、今回このラントも見ていて、本当に社会も、みんな当事者も変わってきているな、認知症になっても怖くないんだよ、安心して笑顔で自分らしくいられるんだよっていう、そういうメッセージがたくさんの人に伝わったラントもになりました。でもまだまだです。これからさらにさらにこの社会を広げていくために、また皆さんと手を取り合って、前橋ももっと頑張りますけれども、35市町村そして群馬県と連携して、さらにこの輪を広げていきたいと思います。これからもどうぞよろしくお願いいたします。本当にみんながお疲れ様でした。ありがとうございました。それでは、そんな小川市長より群馬県健康福祉福祉局島田局長に助けをつないでいただいて、島田局長よりご挨拶をいただきたいと思います。大きな拍手を。皆さんこんにちは。こんにちは。見たことある顔だと思っている人もいるかもしれませんけど、県庁島田と言います。今日はなんとも10周年おめでとうございます。私も10年ぐらい前はこっちの仕事をやってまして、本当に思い出はあります。で、今日はですね、この皆様方、いろんな立場の方々が集まって、こう笑顔でこう助けをこうつなげ合うというのが本当になんと思っていいですよね。毎回楽しみにしております。で、今日は10回目なんですけども、また来年11回目ということで、群馬県庁でお待ちしておりますので、ぜひ皆様また元気な顔を見せてください。本当におめでとうございます。ありがとうございます。その11回目も盛り上げていただきましょう。ラントモメンバー実行委員会代表のトマルに、タスキがつながれまして、ということでトマルより皆様にお礼のご挨拶をさせていただきます。よろしくお願いします。皆さんこんにちは。こんにちは。ただいまご紹介に預かりましたラントモメンバー代表のトマルです。まずは、前橋市の小川市長、群馬県健康福祉部、島田区局長、お忙しい中、ご参加およびご挨拶いただき誠にありがとうございました。そして、このゴールイベントを盛り上げてくださったエリスナーの皆さん、アカリナの皆さん、本当にありがとうございました。そして参加者の皆さん、3日間本当にお疲れ様でした。このラントモは、認知症になっても安心して暮らせる群馬へのスローガンに2015年に始まり、今年で10年目を迎えました。これまでですね、いろいろ歴史はありましたが、今やですね、このラントモは、全国各地で開催されております。ラントモ群馬についてはこの10年間やはり参加者の皆さん、共産団体、あとは群馬県をはじめ各市町村の皆様に支えながら行ってきましたが、何よりですね、この10年間、この活動を、作り上げてくださった
実行委員の皆さんのおかげでこうやって10年間続けられたことと思います。このランドボを通じてですね、一人でも多く認知症を知っていただき、認知症の方や、そのご家族様を、これから支えていただければなりません。来年、認知症高齢者が約700万人、65歳以上の、約5人に1人が認知症になる時代がやってきます。そのためこういった活動をですね、しっかりと広げていき、しっかりと支えていくという群馬県を、引き続き作っていきたいと思いますので、引き続きですね、来年以降もこのオレンジの輪を、しっかりと広げていきたいと思いますので、ご協力のほどよろしくお願いいたします。簡単ではありますが、挨拶を返させていただきます。皆さんお疲れ様でした。ありがとうございました。ありがとうございました。それでは以上でゴールセレモニーの終了となります。最後は皆さんで記念写真を撮って、お別れとしたいと思いますので、記念撮影の準備をよろしくお願いいたします。